俺の他は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、一つですね、まあ、これ、だいぶその、神部じゃないっていうのが、もう一つ実はあるんですよね。それやっていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、そのイベントの方がですね、まあ、こちらの、まあ、イベントの欄にあります、荒野ボス攻略戦っていう、まあ、前にですね、まあ、剣の方が事前に装備できたイベントの方ですね、まあ、このイベントの方が、まあ、追加でやるという風になってるんですよね。これ結構上手いらしいんで、やっていこうと思います。まあ、早速行きましょうか。今すぐ参加と。あ、こんな感じでもう、ゲーム内でできるんだ。それは楽だね。だいぶ、10日の方まであるんで、早めにやっといた方がいいっすよね。まあ、どういう風にするわけ？全サーバー攻略進捗度、どんな感じの連携認証を完了すると、イベント参加できると武器がもらえます。ログインシェア、対戦任務をクリアしたら攻撃回数が増えますと。なるほどね。武器の強化アイテムやアイテム報酬がランダムドロップと、強化アイテムを使ったら自動的にレベルアップすると。なるほどね。じゃあレベル100を入手できてなくても一応まあ大丈夫っていう風になってるわけなんだ。なるほどね。武器のレベルでドロップ可能な報酬が増えると、白だったらダイヤ、まあ、やっぱこれね、上げといた方が良かったっていう、ね、レベルね、事前に。で、91以上だったら普通にガチャの方とかパックも出るから、まあ、それっていいだろうって感じですよね。で、パックの方は必ず金箔の LC データの方ですね、入っているっていう風になっているっていう。あとまあ車も出る可能性あるっていうね。車出る可能性あるのは結構でかいですよね。で、今回のイベントは全サーバーのユーザーが参加する攻略イベントで、イベント期間内にボスが攻略された時にボスのリザルトをシェアしたらガチャもらえるんだ。だからまあ全サーバーでまあ達成されたらその後シェアせんといけんっていう風に皆さんね覚えておいた方がいいと思います。達成後にシェアすよ。今シェアしても意味ないです。達成後にシェアしてなくてもダメです。覚えておいた方がいいと思います。とりあえずやっていきましょうか。攻撃回数増やすとしよう。一回俺らも戦闘とかしてるからシェアだけしておきましょうかね。 OK。 シェアの方さ、今俺 LINE 使ってない、連携してない LINE でシェアしたんですけど、それでもいいんだ。変わってますね。とりあえずまあ攻撃すればいいですね。攻撃とドロップされました。とりあえずこれもう殴ってアイテムとかこのね、ガチャとか入手すればいいっていう。なんかパックが出たら最高なんでしょう。パックがね出るんかな。あ、ガチャ。とりあえずあれなんですね、何回も攻撃しまくって毎日やっていけばいいって感じなんで、まあ、皆さんこのイベントの方をしといた方がいいと思いますね。パック出らんかな、そのうちね。 OK です。とりあえず報酬の方来ましたんで受け取っていきましょう。だいぶうまいですよね。ガチャとかもらえますんで、とりあえずまあ毎日ログインして、まあ、戦闘の方しておきつつ、まあ、こうやってねアイテムの方をゲットしてやっていけばワンチャンね、あのパックとか出るっていうですね、そんな感じの仕様になってますんで、まあしときゃいいんじゃないかなっていう。普通にねガチャ回せるの美味しいっすよね。これね、これ金箔出るんかな？どうなんだろう？わかんないですけれど。最近俺配布系から金箔出してないんで、ちょっとわかんないんですけれど、やれる分にはしとった方がいいっすよね。パックの方もらって、普通に車も出るみたいなんで、うん、まあ、それ理由はあると思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、金箔なんだからキルログも豪華にしてほしかったと。いや、そうですよね。キルログね、刀ないからですね。まあ、刀ってまあ言うて見た目だけなんで、まあ、仕様としては金箔の理由ないからですね。オレンジ枠でも同じっていう風な感じの仕様ってのが現状だと思いますね。まあ、そろそろなんかキルログを変えるとか拡張があるとか、あとはなんか切った時のエフェクトがあるとか、そういうなんか差別化点がないと普通にその金箔の中でのハズレっていう扱いにしかならないんで、もちもちなんかそういう差別化点っていうのが欲しいですよね。まあいろいろなんか金箔のスキンね、刀出ていたんで、まあこの SAO コラボでまあ金箔の刀スキン特別な仕様が俺つくんかなと思ってたんですよ。例えばまあキルボイスがつくとか、ね、それこそまあ使っているキャラクターがいるんで、そのキャラクターの声でも載せればいいんじゃないのっていう風にまあ思っていたんですけれど、まあ実際はそんな感じの範囲はされず、まあいつもの汎用の刀っていうね、まあこれは非常にもったいないかなと思いましたね。まあ、配布分に関してはそれでもいいと思うんですけれど、まあ、課金して入手できるものに関しては、ちゃんとま、なんかいろいろね、ボイスがあるっていう風にしてくれればよかったんじゃないのっていう風にはちょっと思いますね。はい。普通にもったいないっていう。あとま、金箔の方ら今回被っても、オレンジ銃チケットなんですよ。金銃チケットにならないっていう。いや、まだ金銃チケットになるんだったら、結構ね、まあ、利用価値はあったんですけれど、ならないんだったら、マジでいらないですよね。まあ、今回の、例えば、補給物資の方に入ってるやつとか、一応交換ショップでね、購入できますが、まあ、交換した後ガチャ引いて、当てて被せてもオレンジ銃チケットにしかならないんで、まあ、そういう意味でもあんま使う意味はないっていう、そういう存在ですよね。まあ、被せてもオレンジ銃チケットにしかならない。キルログは汎用のやつしかないって。それはもう金枠じゃなくて、オレンジ枠なような気がしますけどね。で、次ですね。剣固定は呆れてくると、今回ね、10連のあの、無料配布ガチャ、最後の1連目が、まあ、金枠確定、そしてまあ、剣固定っていう風になってるっていう。まあ、あれだったらガチャじゃなくてあれ、配布やもんな、ただの。全然価値ない存在ですよね。まあ、他の9回分で、まあ、他の金枠が出る確率もあるっていう風になっているん
んだったらわかるんですけれど、そうではなくて、まあ実際はその可能性もないっていう感じになっていて、どうなんと思いますよね。まあ一応その他の人をシェアした時、支援した時のまあボーナスでガチャ1個もらえますが、そっちの方のガチャに関しては金額出るんで、まあそっからワンチャン狙うっていう風にするのが、まあいいのかなっていう風に思いますね。まああれだったらね、普通にオレンジ枠と変わらんしな、さっきも言いましたけれど、オレンジ枠配布ですよ。うん。確定金枠に見せかけてオレンジ枠配布です。で次ですね、運営がやばいソシャゲはコラボ2作品掛け持ちしがちと、そうですね、まあね、コラボレーションしかなくなってくると、そうするしかないっていう、まあ、そんな感じかなっていう風に、まあ、思いますよね。コアコードなんかだってね、あの間が赤んもんな最近な、呪術つなぎになっているっていう。でもコアコード運営って大抵その、いいものっていうのを使い古しすぎてダメにしちゃうっていう、使えない存在にしちゃうっていう、これやっちゃうのいつもの流れなんですよね。例えばガチャ配布とかもそうでしょう。まあ、金獣配布とかもそうですし、まあ、いろんなね、チャージイベントとか、なんやかんや、今まで良かったと思われていたものを使い古しすぎて、それでまあ調整して、まあ、あんまりなんか良くない要素にしてしまうっていうね。で使い古しすぎて、今まではそのユーザーがそこに対して、まあ、期待していたけれど、その期待も薄れていって、使えないコンテンツにしてしまうっていうのが、いつものこれ、コアコード運営なんですけれど、これもしもコラボレーションもそういう存在になったら、コラボレーションに対しても、まあ、そのユーザーが期待しなくなったら、まあ、コアコードはもう終わりですね。だってそれ以上売りないもんな。コラボレーションがもしも使えなくなった時のコアコードっていうのは、やばいと思います。まあ、結構最近使いすぎなんで、自分のところのコンテンツがないっていう状態になってますからね。まあ、その状態で、もしもコラボレーション、もういいやっていう風に、完全に思われてしまったら、その時が真のまあコア行動の終了なのかなっていう風に思いますね。まあ自社のコンテンツってのをもうちょっとなんかね、大事にした方がいいというか、自分のそのゲーム内でもうコンテンツが完結している、すごくまあ満足できるものっていうのを作らないと、ちょっと難しいのかなと思いますね。まあ課金要素はコラボレーションで保管していって、で、なおかつその戦闘部分ってのは自分のところでやっているとかやってるんですけれど、戦闘部分に関して最近その満足できるものってもうあんまないんで、コア行動って。マジで完全にその自社コンテンツがない。まあ自分でその武器を持っていない状態っていうのは、これ非常に危ういんですよね。ゲームでもそうですし、まあ、YouTuber とかでもそうですね。何かに頼った、まあ、ものづくりっていうのは、長くはまあ続けられないんで、まあ、自分の特有のなんか、そういう特徴っていうのを、まあ、見ている人に、まあ、伸びているうちに覚えてもらうっていう、まあ、それが大事なんですけれど、まあ、コアコードはそこに少し失敗してる感じはあるんで、まあ、せめてその、満足できるですね、まあ、ゲームシステムっていうのを、もう少し作っていった方がいいかなと思います。最近も新しいレジャー実装されましたけれど、いくつかまあ、この半年の間に実装されていますけれど、どれもですね、長く遊べるレジャーに慣れていないっていうのが、皆さん感じられていると思うんですよ。最初は面白い。最初の1戦闘目は面白いっていう風に思えるんですけれど、でもリピートするようなゲームではないっていう風に皆さん思いませんか？どのレジャーもおもろいけれど長くは遊ばないよねっていう感じのレジャー多いと思います。これはね、まあなんか一発屋みたいなダメなんですよね。長い間継続してプレイできる、まあ、そういうレジャーっていうのをまだちょっと作っていかないとちょっと厳しいのかなっていう、うん、じゃないとまあ自分のところの武器のない、まあ、そういうゲームっていう風になってしまいますので、まあ、団体とか瞑想とかあと3体コラボのレジャーの方とか、まあ、そこら辺とかね良かったと思います。やっぱりそのユーザーが求めているのは違うゲームの要素ではなくて、荒野行動でできる銃撃戦ですので、そこにフューチャーした長く遊べるですね、レジャーっていうのを、まあ、作って、まあいろいろ持ってきてっていう、そしてそのレジャー絡みのイベントとか、あとはレジャーが人気になったらその中でのスキンとか、そういう風にその展開っていうのを作っていって、自分で整えれる武器っていうのを作っていかないと、コラボレーション頼りではかなりまあ怪しくなってきますので、自分のところでできる、まあ、そういう展開をしていってからの、まあ、そういう課金要素って考えないとちょっとね、だいぶ怪しいっすよね。まあ今までそれやる時間あったんですけど、あんましてこなかったんで、こういうことの運営しないとやばいっすよ。